はい、オカピーです。今回の動画は田口くん強化シリーズボリューム18として同速打法でフォア打ちをお届けします。台からギリギリ出るボールを強く打ちたいっていうリクエストの最終回になります。最初にひもとれで恐怖心を取ってからですね、足の入れ替え打法っていうのを伝えてきたんですけども、どうもうまくいかなかったんですね。まあ、それがこちらですね。頭では理解できていても、なかなか体がですね、うまいことマッチングせずにこう入れ替えて打つっていうことがすごく難しい状態になってしまいましたね。まあ、これはちょっと僕の伝え方が悪かったってことですね。それでちょっと診断をしてみました。あのクロスステップっていうんですかね、この足を入れ替えながら走るやつなんですけど、こんな感じでできるかどうかをちょっと田口くんに試してもらいました。でするとですね、これできないと。そう、一番苦手な運動だということで、やっぱりあの体をひねるっていう動きができないっていうことがね、これで判明できたんですね。まあ、ということはもう僕の入れ替え打法というのはもう田口君にはちょっと合わなかったということが分かりました。そして入れ替え打法に変わる方法として同速打法というのを伝えてみました。同速打法というのはつま先の向きを打つとき同時に同じ方向にひゅいってこう向けるっていう打ち方になります。でこれでギリギリのボールを打ってもらったらですね、なんとなんとこれがバッチリハマってきたんですね。田口くんも気持ちよく打てました。そして連打もこの通り、もう本人も驚きですね。そして後ろからのアングルでも連打が綺麗に決まるような、本当にやりやすいっていうやり方が見つかったんじゃないかなというふうに思います。そして田口くん本人がこの同速打法というのを普段の練習からこう取り入れるといいんじゃないかということで、じゃあそれをまあやってみましょうということで、今回最終回お伝えするのは同速打法でフォア打ちということになります。それではご覧ください。どうぞ。軸移動はできないから、
ラの手ちょっと入れてピューンって行っちゃう行っちゃう行っちゃう、もうリラックスして、そうそう、まずラケットさんの動きの方向だけちょっと目向けて、はい、やってあげれば、はい、課題ってあったところ、やっぱ流れていってるから、はい、ブレていったんじゃないかなって思うよね、はい、それがこのつま先の方向をこう一緒に向けるのを変えるだけで、その場で軸が一本になって安定していったんじゃないかなって思 う, そう、なんか軸がある、こういうなんかスッてあって、うん、なんかこれでコンパスの足が入るのとか、うん、グッてやって、うん、丸かったんですけど、うんうん、すごい感じ、いやいや、もうやりやすいな、そうだよね、うん、まあ、こういうことしとくだけでも全然違うよね、違う、やってられてほしいなっていう、はい、ます、はい、もうあのね、切るとこないんだ本当に毎回のこと全部が大事な部分だから、はい、まあ、本当これね、田口くんのためにも全部残して、はい、置いておくので、はい、ぜひぜひご活用していただければいいのかなと思います、はい、あと皆さんの中でもさっきの特性やね、あ、はい、うん、で悩んでる方も結構見えると思うね、そうですね、なかなかコーチに言われた通りにできないと、そうなんですよね、うん、それは私が悪いじゃない、うん、できない自分が悪いのもあるかもしれないけど、それが全てではないと、うんうん、いうことで、まあ、違う解釈の力、このヒントっていうのもこの動画で分かったんじゃないかなって、そうですね、ます、はい、はい、まあ、でも何よりやっぱ診断大事やね、大事ですね、これはミスすると偉いものですね、ね、怪我しちゃいますか、これそうそうそう、これはミスすると、うん、そのままできんできんでいらっしゃうと、うん、これは完璧怪我ですね、危なかった、俺田口君の課題に対してただ診断せずに俺の勝手な処方箋を渡してやらせてたらこれマジ怪我してた、危ねえ、俺危なかった、危なかったですね、うん、よかった、これでもあれですね、本当に、うん、あの教える人とかが結構なんかこうしないとダメだよって、うん、見とこないと、やっぱ怪我とかすごい多いじゃないですか、うん、あのスポーツ、うん、なんかそういうのがすごい分かったんです、そう、僕らも、僕もやっぱ指導、子供たち教えてるのに、うん、何でできんのとかは、うん、なんでこんな簡単な体できんのって思ったんですけど、うん、これちょっといろいろ自分も考えてやらないと、うん、怪我させちゃう、そう、なんで俺からしたらこれ簡単やんね、そうなんでこの顔を見るなって、そうそう、でも単純なことでも難しいやん、そうそう、でもそれできない特性があるから、はい、ことを理解をしてですね、その特性に合った処方箋の中で解決をしてもらった方がもう絶対いいですね、絶対いい、信頼関係も生まれてくるし、知識の幅も広がるし、もう優秀な先生になりますので、はい、まあ、ということで、はい、まあ、今回ね、はい、これで、まあ、完結ということで、はい、しますけども、どう、全然違う、うん、またちょっと違う感じだよね、はい、成功じゃないんだけどいいきっかけはつかむ、そうですね、なんか教える身としても勉強になりました、ね、なんかいろいろあるんだな、本当、まあ、恐怖心をね、はい、そう、取るのも忘れずにやっていただければいいと思います、はいはい、この動画がいいなと思いましたらグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします、本田口君ありがとうございました、ありがとうございました、皆さんも最後までご視聴本当にありがとうございました、じゃあまた次の動画でお会いしましょう、じゃあ、はい、田口君強化シリーズいかがだったでしょうか、このチャンネルでは全日本マスターズ2回優勝したオカピーが選手目線とコーチ目線で皆さんのためになることをお伝えしています。技術だけではなく
言葉かけや考え方も参考にしていただけるととても嬉しいです。皆さん可能性をどんどん引き出していきましょう。それではまた。あなたの卓球のお悩み解決しますよ。真ん中の僕の顔をポチって押してチャンネル登録をして、おすすめの動画や最新の動画もチェックよろしくお願いします。